お控えなすって、どうも目玉テレビホーマーショーです。本日はねこちら埼玉県の富士見野市の方に、来させていただいておりまして、明日の9日が、カラオケ再開さんの発表会がございまして、僕はこう司会と歌も歌わせていただくことになっておりまして、こうホテルもこうとありがたいことに取っていただきまして、今日はね、その会場で、打ち合わせなど、させていただきました。とても、明日がね楽しみでございます。朝がね、ちょっと早いということで、今日はもうゆっくり休みたいなと思っております。皆様何卒よろしくお願いします。そしてね、明日がちょっと雨模様になっておりますので、来られる方は、気をつけて来てください。よろしくお願いいたします。ホーマーショーでした。はい。お迎えなさい。ただいまね、こちら上福岡駅に、着きました。カラオケ再開さんの第9回の歌謡祭がございますが、今日はちょっと前日で皆さんの準備に僕も参加させていただきます。はい、しかも第9回ということで、はい、皆さん明日よろしくお願いします。また明日もちょくちょく撮らせていただきますので、はいはい、イエーイ、よろしく、成功するように。ただいまね、内田ご夫妻に、ホテルまで連れて行っていただいてるんですけど、こちら、ちなみにこう再会さんは、内田ご夫妻に、ママさんにもご紹介していただきまして、本日も、5月に一度お店の方にはご挨拶行かせていただいたんですけど、明日がもう再会さんの歌謡祭本番ということで、私ホーマーショーゴも司会と歌を歌わせていただきます。本当に、内田さんありがとうございます。そのままで握手までして恐れ入ります。明日も楽しみにしてますので、よろしくお願いいたします。こちらこそありがとうございます。楽しみにしてます